心者思ったよりもなかなか面白そうな大きな街ですね。でまずは、旅館を探します。旅館っていうか、まあ、ゲストハウスなんですが、この前教えてもらったんですけど、この酒店って書いてる、これが旅館って意味らしいです。あとなんか青年会館とか書いてたらユースホステルって意味だよって言ってました。わー高そう。一晩60元ぐらいがいいっすね。60元でも900円か。できれば5、600円の安宿を探したいんですけどね。さっきここまで送ってくれたあのおっちゃんおばちゃんもそうだったんですけど、中国人って本当に優しいというか、あの中国旅行してきた人に話を聞くと、もうみんな中国大好きって言うんですよね。聞いた中で評判がいいのがやっぱり中国とミャンマーですかね。この2つはなかなか旅人の間では評判がいいようです。そんな日本でもうちょっとその反日感情を持った人がたくさんいるなんていう雰囲気はあまり感じられないですね。なんか気さくな、声はでかくてうるさいですけど、なんやかんやで気さくなおばちゃんとかおっちゃんが多くて、であと商売人もやる気がないのかどうか知らないですけど、あんまりガツガツ寄ってこないし、あとぼったくりも少ないって言ってました。いやなんかいいですね。中国まだ1日とか2日しか滞在したことないですけど、かなり印象は良しです。日本の田舎の温泉街みたいな街並みですね。このしだれ柳といい、この橋といい、ただ旅館がやっぱりなかなか見つからない。なんか味のあるおじいちゃんが、ニハオ、あら、いい笑顔、今撮ればよかったな。すごいいい笑顔やったんですけど、まあね、中国といえばやっぱり安いお酒なんで、さっさと宿見つけてチンタオビールが飲みたいです。こちらのホテルも1泊90元でしょうか。90元、だいたい今15かけぐらいなので1400円とかですかね。お、あれジョリビーが、皆さん覚えてますでしょうか。あのフィリピンの超有名ファーストフード店、ジョリビーがこんなところに。まさか中国でジョリビーに出会うとは思ってもいませんでしたね。あ、でもジョリビーもちょっと中国風です。すごい見られる。ニハオ。そんなに安くないですね。ハマチーズは、ああでしょう。あっちです。こっち。ん？何これ？ビングはジャン？やめた。コーク。スモール。いや。まあ、ちっちゃいコーラ3元を頼んだんですが、あの大きい4元のやつに入れたそうで、また入れ直してますね。あの大きいやつに入れたのは捨てるんですかね。すごい無駄な気がしますが。で、ここなんと Wi-Fi が使えるそうです。あ、can I have あ、this password?おー、Thank you, シェイシェイ。嬉しいなぁ。シェイシェイ。30元の宿を見つけました。30元は日本円で約450円ぐらいです。